今回は先行カップの三位決定戦の号を見ていきたいと思います黒番が中村女流規制で白番が上野女流立青い杯ですねで大ゲーマに受けましたねでこちらに二剣に打ちますってこれは白ねまあ宇宙流を意識してますよね あまり隅三三に入られる入られると字は甘いんですけどこれやっぱりね中村女流棋聖が三三入ってこないのでこれで打ってこようというか打ってみようということですかね。三三に入ってこないということはこの二間の弱点である三三は 弱点なんですけどその弱点が全く気にならないということですのでこれ中村女流棋聖相手に対しては非常に有力な打ち方ですよねで下辺から戦いが始まりましたね で、この手ですよね。戦いですね。厳しいですね。で、ここで跳ねたんですね。まあ、何かね、なんか頭出していけばね、付けとかで頭を出せばね、普通でしたけどね。跳ねたんですね。ここちょっとダメ詰マリとかを狙ってるということですかね。では、オえました。 でつけましたねこれは逃げたいんですけどねちょっと絶妙の図見ていきましょうか逃げる手があれば逃げたいんですが逃げると押さえが効いてこれ切りとか決めずに単に割り込むのが筋がいいんですね。でこれで真ん中白脱出できますから、まあ、逃げても真ん中脱出されてしまうんですね。 で、付けて取りまして、伸びですね。これは、伸びたんですけどね、押さえる手もあったと思、まあ、押える方が普通だったと思うんですけど、まあ、絶芸の図を見ていきましょうか。伸びたのは筋がいいんですけど、ちょっとですね、まあ、後の形を考えると、まあ、こっちの方が働、形的に働いてるんですよね。伸びた。 よりもなので、まあ、ここは跳ねた方が結果的には良かったのかなと思いますねここは白が少しポイント取ったかなと思いますねこれ今ちょっと分かりづらいんですけど後でわかるんですねで霧に対して外から出て,てこういう形になった時にわかるんですがこの黒が単に伸びた手がちょっと働きの悪い形になってるんですね で、押さえたんですけど、こうなった時により分かりやすいですよね。かなり黒が働きの悪い形になってまして、ここの単に伸びた石がもうちょっと離れてた方がいいわけですよね。なので、ここは白が少しポイントを取った形になったかなと思いますね。で、こうやって。 でこうやって、まあ、ただ形勢はね、まあ、白が少しポイントを取った程度なのでそこまでね、まあ、ほとんど互角に近い勝負ではあるかなと思いますね。でこれも力強い一手でしたね。これあくまで相手の一を分断するぞという手ですね。これなんか受ける手もねあったと思うんですが。 あくまで戦うぞという姿勢を見せてますね。で、こうやって。で、あくまでもね、黒は分断ですよね。で、形勢はね、いい勝負になったようですね。 ここら辺のやっぱ分断が厳しくてなんか右辺の白が結構攻められてますよね右辺の白石攻めながら真ん中にね黒も頭出していってますからこれ結構互角のねいい勝負になったようですねでここの白が今ちょっとどうなるかですねただですね白もね頭を出すことに成功してましたので右辺の白石はとりあえずこれで安心ですね ただこちらに上辺に打ち込まれて今度はね上辺の白がねどうなるかっていう勝負になりましたね。でこうなったんですがこちらに着いたのでこっちに打たれてしまって上辺の白先ほどまで弱かったんですがこれで右辺のね白と繋がったんですね。これでここはですね白が少しポイントを取ったかなと思いますね。 これで白弱い石が、ね、白石が,繋がるとどういう状況になるかというと逆に黒の石が相当危険な状態なんですね周り白石だらけなのでこの黒相当弱いのでここで主導権が入れ替わって白優勢というか白ポイント取ったかなと思いますね。なので、まあ、ここは抑えるよりなかったのかなと思いますねちょっと絶芸の図見ていきましょうかここまで互角だったんですよね。 まあここはですね、もう抑えるしかなかったのかなと思いますね。まあここ突き抜け、突き抜かれてしまうんですが、まあこれで地は損してしまうんですけども、やはりここの最初の目的としてはこの上辺の白を攻めるということが黒の大きな目的ですので、まあここのね地の損はしょうがないということとで、まあここで 勝負すするしかなかかかかなななっっったたのののととこち方が良かったのかなと思いますねだからここら辺がちょっと上野さんにねやっぱ宇宙流の対策をされてしまってね、まあ、黒が珍しくですね中村女流棋士が珍しく地を取る展開になってしまったんですよね。これがやっぱり本来の打ちたい打ち方ではないのでちょっとね 黒が打ちたいようには打ててないのかなと思いますねこれで黒はね地を稼ぐっていう展開になってしまったんですよねただ代わりに真ん中の黒石が非常に弱くなってしまったとそれが大きなマイナスになってしまったわけですねで白としてもですねこちらに打って結構地を取ってるんですよねで黒石が弱いので後からいくらでも白石が増えてくっていうそういう展開に でここで黒が勝負手を打ちましたねこの飛びがね結構な勝負手ですね。これただでさえここに割り込むっていう白から割り込んでいく弱点が残ってますのでこの飛ぶ形っていうのが非常になんというか薄い形なんですね。こ割り込みの弱点がありますのでなのでもう一手打つならこの膨らみぐらいのね形になるんですよねこれならしっかりしてますよね。 ではより働いた手を打ったということで、まあ、これは形勢が悪いと見ての勝負手かなと思いますね。で白はしっかりね地を取りながらこれ滑る手とかもあ,ありますので非常に大きいんですね。で割り込み狙われてるということで結局ね一手手が戻ってしまったんですね。手が戻ってしまったということは、まあ、黒が働いて打ったこの飛びが結局あんまり。 働いてないわけですので結局ここに打ってからここに次を打ってから飛んだ理屈なのでここにい手かかってしまってるのはちょっと結局効率悪い形になってしまってたわけですよね。ここは白がねはっきりポイント取ったかなと思いますね。で滑られて三々入りましたね。この三三がね手になるかどうかですね手になったらやっぱ非常に大きいですけど。 この場合ちょっと黒がね周り白石たくさんありますし黒が弱いしある状態なんですよね。でここ手抜かれてしまったんですね。こちらに打たれて上辺のねここの黒が非常に危険な状態ですよね。で受けないといけなくて地を得されながら受けられてしまいましたね。 まずここで字を得されたんですね白に白地が増えましたと。で真ん中の黒が弱いのでもう一手必要になってしまったんですね。でここで白が隅に行ってかけましてこれで隅の黒もこれは全部取られてしまったんですね。こうなってしまってはですねやはり黒を指さった手が手にならなかったということで白の確定時になりましたので。 で、左辺の白地も随分増えましたよね。で、こうなってしまうと地合いがはっきり足りないので、ここで白のはっきりとした優勢ということになったかなと思います。で、この対局はもうしばらく打たれまして、188手まで打たれたところで黒が投了して白の中押し勝ちとなりました。これ最後はね、勝負手で真ん中手抜いてしまっ手を抜いたんですけど、 この真ん中の黒がですねこれで割り込みでね取られてしまったんですねこれ切って両たりに見えるんですがここ継がれてしまってとっても切られてここの黒これが全部取られてしまってるんですねまあ、こうなってしまってははっきり足りないということで取るも仕方ないという判断だったのかなと思いますというわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。